ガチ校からどんどん離れていくぜ。もっと近づいてきなよ。そうだ、入りって血がねえ。ひょっとしててめえのスタンドのその右手削り取ったんだな。空間を削り取る能力。ふん、その通りだ東方丈介。この右手は掴んだものを削り取ってしまう。そして切断面は元の状態だった時のように閉じる。もっとも削り取った部分はこの俺にもどこに行っちまうのかわかんねえがよ。逃げる奴にはこういうこともできるんだぜ。空間を削り取る。するとほら寄ってきた瞬間移動ってやつさ。これが兄貴も恐れる俺のスタンド、ザ・ハンドの力だ。もうてめえは逃げられねえぜ、ジョースケ。どこへ行こうがてめえは常に俺の射程距離にいる。よえ、てめえそんなんで本当にアンジェロ倒したのか？無駄だってのが分かんねえようだな。頭悪いのはてめえだぜ。そして死ねえ、ジョースケ。やっぱりお前頭悪いだろ。なんで？危なかったぜ、西村奥康か。かなりグレートで恐ろしいスタンドだぜ。気がついて反撃されると厄介だ。当分気絶したまんまでいるように一発きつーく首を絞めとくかな。こいつの心に敗北感ってやつが植え付くしな。せーの。